はい、皆様こんばんにゃ。今回ね、スノーちゃんにも輝いてもらいたいというテーマでね、あれそんなテーマだったかな。私の中ではそういうテーマなんだけど、一応ね、動画の題名としてはね、新しい星力武器をね、マックスを目指す。でそれをやっぱ最終的には今話したね、そしてたってはそのスノーちゃんがずっと輝いてない、ずっとただ付き添ってるだけ状態で、まあお気に入り、可愛いのでね、パーティーに入れてはいるんだけどね、その強さっていう意味でね、ちょっと輝けてない、唯一ね、専用武器持ってなかったね。でずっとねアイスバー狙ってたんだけど、あれは限定なんでね、期間限定なんで、たまにガチャで出るだけということでね、未だに取れておりませんので、この機会にね、星6武器の方もそちらはそちらで今お見せしましょうか。このクリスタルストノーテのね、ずっと使ってんですよ、使ってたんですよ。で、一応攻撃力の方見るとね400程度です。でこれをね、この度この育て中の聖剣ゾディアックっていう、これはこれでね、どう使おうかっていうので、多分取ってから1ヶ月とか2ヶ月とかほったらかし状態だったんだけど、ほぼね。でこれをレベル1を80までは上げました。で、こいつがねレベル20の時は攻撃力が500程度だったんで、やっぱレベルをねマックスで100までいくらしいんだけど、レベルを上げていくことで、攻撃力はかなり上がっていくというのがね星6武器のようで、私は星6の武器を育成すること自体が初めてなんでね、自分のね、なんていうかな、備忘録というかね、備忘録だというか、まあね、メモ的なね、位置づけ兼、まあこの動画がね私にとっては参考になることなんだけど、まあお役に立つ方、お役に立つことがあればねいいなと思ってあげております。ネット上にあげております。うん、というところでね、覚醒レベル一応4段階のうちの3段階まで上がっていて、もう一回確認するとね、このゾディアックっていうのがまあ700で、かつ、光スノーちゃんと同じ光属性ですね。で片や今回使う、今回ってのはこの後もうすぐに入れ替えてね、この動画の中で比較をするんだけども、こっちは攻撃力は、まあ単純に、まあ、数値としては400程度です。それを700にするんだけど、これ、このゲームはね、属性っていうのが非常に大事なようなんで、実際の多分2倍は余裕で越してくるんじゃないかと、まあ予想しております。でね、今から、いつものベンチマークボス、今となってはですけどね、昔はとても倒せなかったんだけどね、今やベンチマークキャラになってますが、ベンチマークキャラといえばね、砂漠の名前がちょっと今思い出せないけどな、恐竜みたいなやつですね、赤色の恐竜、レベル80かな。はい、で、ベンチマークでどうやってね、強さを測るかということなんだけど、まあ私は別にね達人だとも思ってないし、課金もしてないし、プレイヤースキルもないのでね、そんな私がどうやってベンチマークテストをするかというと、レベル80のボスを何秒で倒せるのかっていうのでね測定します。でね、転生技を使うとちょっと今回武器の能力判定なので、能力比較なのでよろしくないかなと思って、テンションはわざと抜いてあります。はい。で、これも今ね、抜きます。はい。純粋にね、武器、これ間違った今。もう私、ほんと緩いんでね、今間違ってさ、恐竜の方に打っちゃってたら、これでまた動画撮り直しちゃってたんでね、もう、やだ、自分がやだ。ほんとね、もう、いろいろね、ゆるゆるでございますがね、はい。よろしければお付き合いください。で、ベンチマークの方法をね説明続けますと、これ皆さんにも説明してるけど、私も確認してるんですよ。これさすがにね台本とかは作ってないんでね、頭の中にあるものを今自分の中でおさらいをしております。で皆さんにもご紹介、戦い方としてはこのスノーちゃんの通常攻撃だけでいきましょうか。この人がね本来であればいろいろねブーストかけたりするんですよ本当は。今やっちゃおうか、やろう。こういうのをね、本当は使うんです
まあ、バフっていうんですかね、いろんな効果をかけた上でいざって行くのが実戦なんだけど、今回は純粋な武器の比較なので、こういうのをかけない方がいいかなと思ってかけません。はい、で今ちょっと効果が切れるのを待ちましょう。であともう一点は、そのファーストアタックっていうのかな、第一撃でどの程度数字が出てるかっていうのも一応覚えておいて、それをね、クリア時間と第一撃のダメージ、この二つを、まあ、比べようじゃないの、いいんじゃないのということでございます。いきますよ。ちょっと私動画ほんとね、もう短く、なんだろう、以前と違ってね、ハードが変わったんで、iPad がね、2世代進化したということで、一応2時間ぐらいは撮れるんだけど、だからといってね、長々動画を撮るのもね、ちょっと、私も大変だし、動画をアップする的な意味で大変だし、この、ゆるゆる喋れるのは非常にありがたいですよ。あと、時間切れて、以前はね、せっかく撮った動画が、なんか台無しになっちゃったりとか、もう、なんも10回以上失敗してるんでね、そういうのがないのはいいんだけど、でもね、いろいろ見ていただく皆さんにもね、皆さんの貴重な時間をね、なんだろうな、まあ、よりコンパクトに、同じ情報をね、伝えるんであればね、よりコンパクトの方が、それはスマートなわけですから。はいはい。って言ってる時点でもうすでに時間経ってますけど、じゃあもうこっからもうちょっとテストなんでね、いきますよ。よし、じゃあ行こう。ちょっとね、手順をほんと間違えるとね、ちょっとベンチマーク真面目にちゃんとやりたいんでね、そこは、うん、今ストップウォッチを横に用意しておりますよ。動画撮るんで後で検証はできるんだけど、今ね、はい記録何秒って言いたいんでね、だから手順としてはストップウォッチを押して、でファーストアタックかけて、でその数値を見て、で倒れた時点でストップウォッチを押すだね。 OK、 じゃあやろう。あとはね、多分連打するだけだと思うんだよ、うん、じゃあ行きましょう。あのボスはね、索敵とか、あっちから攻めてこないはずなんで、そこはいいんだよね。よし、じゃあ行きますよ。スタート。891。で、ラッキーだと2000ぐらい。だから800から2000って覚えておけばいいね。はい、でこれは飲みますよ。やられたら。ゼロになってしょうがない。機械的にこう、タンタン叩きます。で、必殺技打たないようにですね。比較したいんだよ。こいつね、ゲージたまらないんで必殺技は出ないね、多分。はい、まあ800から2000ぐらい、記録35秒ぐらいですか。はい、覚えておいてくださいね。でファーストアタックのダメージ、俺もう今忘れてるっていうね、まあ後で見ようとりあえず35秒だ、これが一番大事。そう、ファーストアタックはね、結構ね、ばらつくんでね、まあ、800って言ってましたっけ？もう覚えてないっていうね、ひどいね、本当に。動画撮ってると緊張するっていうのはね、一応言い訳として言っとくけどね、でも撮ってなくても多分忘れてると思うよ。うん。でね、ちょっとおまけでね、弾が出たかどうかも見せようかな。私、実はこの動画撮る前にね、例のね、みんなね、熱中っていうかね、苦労してるみたいな、お友達のコメントなんか見ても、やっぱ弾が出ないっていうのはみんな言ってますよね。私もあまりに弾が出ないからね、もうね、頭にきてっていうかね、ストレス発散なのか何なのか分かんないけど、とりあえず歌ってみた3本も動画作っちゃったっていうね、そう、いろんな人に多大な影響を与えている今回のね、この弾イベントでございましてね、弾は出たかな、出てない気がする。もういいや、もうこの動画はその弾はおまけだから。じゃあ引き続き、はい、次の患者さんどうぞ、次の患者さんどうぞ、はいはい、すぐに三さばきますよ。とりあえず35秒ね。はいはい、いってらっしゃい。あ、武器入れ替えないと武器入れ替えないと、わあ、やること多いな、このゲームは本当に。35秒。育成。キャラ。しのちゃん。装備。これ初めての人、これ絶対やれないでしょ、こんなサクサク。1000、あ、これ見とこうか、一応。これが1500年。で、1800年上がります、セット。
ただ、さっきも確認したけれども、このね、キャラとしての攻撃力が上がったのは2割ぐらいなのかな？ですね。もう一回見ようか。1500が、キャラとしては1800になったから2割増しなんだけど、属性という要素があるので、私の見立てとしてはざっくり2倍ぐらいは強くなってて欲しいなっていうね。だって貴重な貴重な赤玉2個つ、プラス、貴重な貴重な星6武器1個溶かしてますからね。2倍ぐらいは強くなってくれればね、スノーちゃんがね、今後ね、うちのソロで戦うときにね、輝いてくれるかなって思うんだよね。ちょっとじゃあお試しでこの辺行ってみる？ちょっとだけ。あ、強くなってるような。どうなんだろう。うん、体感としてはね、数字っていうよりもその倒すまでの時間が早くなってる。もともと私スノーちゃんは引き連れてるだけでこうやって全面で使ってなかったですからね今まで、ちょっとじゃあこの後ねベンチマークが一応ベンチマーク取ったら今回の動画終わりなので、一応ね私こいつにこいつって言っちゃったけどスノー様にねこのお方に、お方って言ってバーチャル人格だったらいいんだけど丁寧な言葉を使うというかね、YouTube っていろんな方がお世話になってるんでね、そう言っちゃえば外国の人がね、日本語勉強中の人とかがね、私以前中国上海行った時にね、日本語お上手な方がいらっしゃったんだけど、現地の方なんだけど、その人がね、私っていうのをね、代わりにね、俺はってひたすら連呼してる。なんかワンピースが好きで日本語を覚え始めたっていうのだったから、多分そっから覚えたんじゃないかなと思うんでね、外国の方とかね、ちっちゃいお子さんとかはやっぱそのままこう機械的に真似しちゃうんでね、私のチャンネル世の中でどの程度影響力があるのかと考えたら何にも気にしなくていいんじゃないかって説は濃厚なではあるんだけど、ただねそうはいえどね、やっぱ YouTube に動画を上げてる以上はね、不特定の方がご覧になるということではありますのでね、可能な限り気がつく範囲でね丁寧な言葉を使いたいなとは思いますけど、なかなかにゃかにゃか難しいですね。なるようになる。でね、これカンカンも私後々やるんだけど、今これの時間ではないんだよね。よし、35秒。とりあえず。で、ファーストアタックが、ちょっといい加減な記憶だけど、800程度だったはずなんで、まずはクリア時間にご注目ですね。そこずっとやってるわけいかないか。あと何秒？いや、もう、完成するぞ。これぐらい許してください。で、動画がね、長くなると悪いんで、この後もうすぐ行きますけど、はい、これでクリアね。どうかね、クリア時間ご注目ですよ。じゃあ行きますよ。ほいほい。こいつ、敵によってはこう近づいただけで、こいつとか、あにゃー、ほら、ほら、あにゃーって言わずに来たぞ、こいつ。アニョーカンカンカン、私だけを見てほしいな。アニョーカンカンカンをちょっと見て癒されたかったんだけど、こいつ好きなんだよな俺。最初威嚇してくんだよこいつ、ならず者。このならず者超ならず者だな。俺の知ってるならず者はこんなやつじゃなかったんだけどな。最初ね、威嚇してくんの。こうでしょ、ほら、あれなんで、あ、これなあ、カンカンカン、これがね可愛いなと思って、いいかちょっとすいません、あまりにもなんか癒され、ちょっと今癒されたいは入っちゃった。させ私にとってはこのゲームはないろいろね熱い要素もあるんだけど、基本大前根底は癒しゲームとして遊んでるんでね、そう、飛び盛り風のロープレイとして私は捉えてまして、1年前。そう、まあ、じゃあ行きましょうか。目標。あ、いけ。今、ストップウォッチは押しました。とりあえず、今ちょっと数秒、1秒ぐらい誤差出たかもしれないけど、ほぼ、くれぐれもあれ、必殺技を押さないように絶対気をつけないと。そこさえ気をつけないなんだ。ファーストアタックはね、ちょっと今見てない。あー、これは、
明確に速い記録20秒、まあおおよそですが最初ちょっとあっから始まりましたからね。そうストップウォッチ押す前だったから、まあ、2秒どうだろう、2秒プラスします、22秒、まあ何せね、どうだろう、半分まではいってないよね。さっき確か35だったはずなんで、まあまあ約半分ですね。速さが半分でクリアできたってことは強さはおおよそ2倍になったって言っていいんじゃないかなと思うんですよね。星6取ってよかった、強くしてよかった。ただね、ここで終わりじゃないですよ。このね動画は続編がございます。この続編っていうのはね、皆さんお察しの通りね、80まで来たってことはもうね100まで行くしかないじゃないということでね、いつになるかはわからないけどね、私が課金勢だったらね、もうすぐさま課金しちゃうんだけど、課金してね赤玉取っちゃうんだけどね、そういうわけには参りませんので、次回の動画いつになるかは私にもわかりませんがね、まあ赤玉取った暁にはね、この動画の続編をね、YouTube に上げたいなと思っております。どうぞお楽しみに。ではまた、次回お会いしましょう。それでは皆さん、良いファンタジーライフをお過ごしください。にゃにゃ。